胆振の白老町の養鶏場と網走の農場で高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出され、道や自衛隊が殺処分を進めています。大きな穴が掘られ、消毒用の石灰が撒かれて真っ白になっています。白老町の養鶏場では鶏から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出され、道はおよそ52万羽の殺処分を進めています。道職員や自衛隊員らおよそ570人が作業にあたり、今日正午までにおよそ 32% にあたる16万5千羽余りを殺処分しました。周辺の道路ではウイルスの蔓延を防ぐため、畜産関係車両を対象に消毒の準備が進められています。網走の農場では国内で初めてエミューからウイルスが検出されました。今日正午までにおよそ 65% にあたるエミュー282羽とすべての鶏115羽を殺処分しました。想定を上回るスピードですね、この処理処分が進んでいるところでございます。国ともしっかり連携をして、対策を進めてまいりたい。道はウイルスが検出された場所から半径3キロ圏内にある農場の立ち入り検査をしていて、今のところ異常は報告されていないということです。